はいどうもポッカメです。ここは以前に黒掛けジグモを撮影した橋の欄干です。橋の欄干って他にもいろんな雲が巣を張ってて、今回の主役はその中の一匹であるこの子です。ボロ網を張っていた黒掛けジグモとは異なる綺麗な円形の巣を張ってますね。皆さんこの雲かなりよく見る雲だと思うんですが、名前わかりますか？何でしょうか？はい、これはズグロオニグモという雲です。頭が黒いからズグロオニグモ、覚えやすいですね。北海道から九州まで分布していて、このように橋の欄干や家の軒下、公園のトイレ、電話ボックスなどの人工物を好んで巣を張ってます。となると当然私たちの目にも触れやすい雲と言えますね。ただし昼間はそんな人工物の隙間や端っこに袋状の住居を作って隠れているので、見つけるのはちょっと難しいです。夕方になると巣を張り始めるので、仕事や学校帰りなんかに探してみましょう。ちなみに巣は毎日新しいものに張り替えてます。なかなかマメですよね。メスは体長7から13ミリほど、オスは一回り小さいですが、他のクモと比べると体格差は少なめですかね。すでに皆さんもお気づきかと思いますが、このズグロオニグモ非常に特徴的な見た目をしているので、巣はちょっとちっちゃめですが、とてもよく目立ちますね。クモは昆虫と違って体が2つに分かれてますよね。目や足がついている方を前の体と書いて全体と呼びますが、このズグロオニグモは全体の前半分は黒色、後ろ半分は赤褐色に綺麗に分かれてます。なんかマフラー巻いてるみたいで可愛くないですか？全体に対し後体とも呼ばれる腹部は灰褐色で、白く縁取られた特徴的な模様があります。お腹の形は縦長の楕円形です。オニグモって名前がつく雲には他にもオニグモやイエオニグモ、ヤマシロオニグモなんかがいますが、ズグロオニグモは形も色もそのどれともかなり異なっている個性的な見た目の雲です。そんな個性的なズグロオニグモ、円形の網を張るコガネグモ科の一種なんですけど、ズグロオニグモ属という独自の属に分類されてます。ズグロオニグモ属の雲は世界中でこのズグロオニグモ一種だけしか見つかってません。他の雲とはかなり異なっているので、一種だけ分けざるを得なかったということですね。というわけで同じ属の近縁種はいないんですけど、一応ヤマキレアミグモというやや似ている雲は存在します。といっても体長が5から8ミリくらいとかなり小型で、北海道の山地や本州の標高1600メートル以上の高地でしか見つかっていない珍しい雲なので、間違える心配はほぼないですね。あ、気づかれた。橋の端っこに逃げちゃいました。結構臆病なんですね。慌ててます。よく見たらなんかユスリカみたいなちっちゃい虫が巣にかかってますね。いやー本当に美しい雲だ。こんな雲が実は街中に潜んでるわけですよ。目を向けてあげないともったいない。あー、ちょっかいかけすぎて巣から離れちゃいました。そこはそこでかなり無防備だと思うけどね。前から見ても綺麗でしょ。目は多分あんま見えてないです。可愛いですね。この子はまだ子供かな。ちっちゃいけどちゃんと巣を張ってます。どれくらい小さいかというと、隣に猫ハグモがいますね。以前葉っぱの上に巣を張る猫ハグモを紹介しましたが、こういう人工物の上にもいます。その猫ハグモよりも一回り大きい程度ですね。まあ6ミリくらいかな。人間の作ったものをうまく利用して生きてるんですね。というわけで今回はズグロオニグモを紹介しました。このチャンネルでは街の中でもたくましく生きる生き物たちを紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。